はい、画面左上のサルさんがスタートしました。次は、45秒後にコーレアンさん、48秒後にエスケンさんという形になります。3位まで勝ち抜けの1回戦、なるべく順位がいい順位で勝ち抜けておきたいところです。さあコーレアンさんがそろそろスタートかさあコーレアンさんがスタート、そしてエスケンさんも今スタートしました。さあ現在トップは67でサルさん。さあそろそろコウさんもスタートするはずです。さあコウさんもスタート。さあ37さんもそろそろスタート、これで全員スタートになりますが、現在トップのサルさんがそろそろ100に到達しそうなところ、サルさんが100到達しました。ちょっとレベルストップがありましたが問題ありません。さあ現在トップは100、今スタートした37さんが15といったところ、この差約100ですね、100ちょいぐらいのところです。さあ皆さん形は綺麗だがサルさん若干乱れてるがこれは問題ないでしょう。さあこのクイーンゲームの戦いは前半はなるべく高く積まないとタイムが出ないというゲームなので序盤は窒息する可能性も結構あります。そうこうする間にエスケンさんとコーレアンさんが100に突入。まあ若干危ないのはサルさん。さあ今コウさんも100を突破。さあここでサルさんが200に突入。あ、エスケンさんが149で失速。さあ敗者復活の方に回っていただきましょう。さあ現在確定した順位は5位のエスケンさん、トップはハンデどうでしょうか。これは現在トップはサルさん、2位がコーレアンさん、3位がそうですね、3位がコウ、3位、4位が37さんです。さんコーレアンさんが200に突入。さあコウさんも200に突入。あっとサルさんが300に突入した。ほとんど同時に37さんも200に突入している。これはひょっとしたら20時ぐらいから熱い戦いになる可能性は高い。現在トップはサルさん、2位がコーレアンさん、3位4位があまり差がない、コウさんと37さんという形になっています。さあ形は皆さん綺麗になってきた。コーレアンさんが300突入。さあコウさん300に突入。現在トップはそろそろ400。さあ37さんも300に突入している。さあサルさんが400に突入、差が徐々に詰まってきている。4番手までの差が徐々に詰まってきています。コーレアンさんが400に突入、現在トップは445、サルさん。画面、左左下、右下の2人はなかなかのデッドヒート。今、コウさんが400に突入。で画面下の左下のスリーセブンさんも今400に突入しました。サルさんが20時に突入しました。現在一番後ろから追い上げている3-7さんは440点なので差が詰まってきています。さあこの戦い、次に駒を進めるのは3位まで。コーリャンさんが20時に突入、1人は脱落してしまいます。さあコウさんも20時に突入してきた。これは2位、3位の差が詰まっていると見ていいでしょうか。さあ一番最後から追い上げている17さんも20人のすぐほど速い。さあ画面上2人は若干形は悪いがコーランさんはほぼ直してます。そしてサルさんが600に突入、逃げ切れるか。さあコーリャンさんが600に突入。現在トップは637、コウさんも突入。この戦いで1位に駒を進めるのは3名だけ。さあ1人は脱落してしまいます。1人には敗者復活戦の方に回っていただきます。サルさん700突入。コーレアンさんも700に突入、差が詰まっている。コウさんも来た。完全に2、3位の差が詰まってきています。そして37さんも700に突入。これは後半わからない最後の300。800突入で順位が入れ替わる可能性が高い。かなりすごい戦いになっている。さあサルさんが追いながら逃げる。さあサルさん800突入、コーリャンさんも800突入、1位にはほぼ差がない。そして先に37さんが突入、ほぼ同時にコウさんも800に突入、ほぼ差がなくなってきている。これは900突入でかなり順位が入れ替わる可能性がある。まあ、現在トップはこれはトップを言うのは微妙なところですね。現在コーレアンさんとサルさんがほぼ並んでいます。そしてコード組の下の画面2人もかなり追い上げています。これは最後の100はデッドヒートになりそうだ。まず一番最初に進むのは誰か。さあコウさんが一番最初に突入、そしてコーレアンさんとスリーセブンさんがほぼ同時に突入。さあサルさんも突入してきた。これは分からない。誰が1位になるか。1位には10秒のアドバンテージがもらえるので、ここは順位は気は抜けない。さあ900突入はコウさんが一番早かったが、これはどうなるでしょうか。さか2人とポーランさんは横一線、若干遅れてサルさんが追いかける。さあどっちが1になるか、1になるのは誰か。さあコウさんがまず1着、そして37さん2着、3着コーリャンさん、そして残念ながらサルさんは敗者復活戦の方に回っていただきます。4位今 GM でゴール、1回戦 L2 からものすごいレベルの高い戦いでしたが、あ GM 出ておりませんが、なかなか健闘したというでしょう。このメンバーで GM 初戦からかなり熱い